はいどうも黒みつばです。ということで本日は、犯人は僕ですの続きからやっていきたいと思います。ちょっとごめん、明るさがちょっと気になったからはい、午後14時、緑川は1人。そうだね、この前は一応緑川のね本性を暴いたというか、そんな感じのパートだったと思いますが、まあ、今回は、まあ、緑川戦は終わりって感じだね。次の人と戦うのかな。緑川は1人部屋に戻り、みんなと俺はみんなと昼食を取るべく食事どころへ向かった。メニューは何だろう、まあ食えりゃ何でも。ちょっとほ食事どころを目の前にして突如物陰に引きずり込まれた。お褒めの言葉いただきました。白鳥さんありがとうございます。さあサンキュー。まさかそれを言うために昨晩のことについて聞きたいことがあったの。はい、まさかこのことを言われるとはな。あなた覗きをしていたよね。え、うん。覗きをしていたということは、あの時仕切りの向こう壁の向こうに食事処の方面から何かが割れる音が聞こえた。あー、なんだよなんだ、今のは水野の声だよな。先に行って。はい、ちょっとこれどういうことなんだろうね。あれだよね、多分向こうでいたっていうのが証人になりかねないみたいな。そういやみたいな。そういやなんちゃらかんちゃらだみたいな。っていうか、落としたら分かるよね。人があんな高さから落ちたなら、音で分かるよね。なんかあったって。俺たちは会話を中断し、音の正体を探るべく食事所へ と急いだ。水野大丈夫か？うん、大丈夫。それよりさ、お皿が落ちて思い出したんだけど。思い出した？昨日桃井とお風呂入ってる時なんだけどね、なんか重い落下音が聞こえた気がするんだよ。おお、ドンピシャですね。落下音が聞こえた。落下生デンテレ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 デン。どうして今まで気が回らなかったんだ。女湯から声が聞こえたなら、男湯の物音、仏音、どっちか分かんないわ、もう筒抜けになったに決まっている。白鳥はこれを懸念していたのか。聞こえた気がするっていうのは何かははっきりしない言い方だな。あの時私は髪を洗っていたから、やっぱり気のせいかな。もう桃屋なんか聞いていたのか。私はすぐお風呂から出たから聞いてないよ。むぐむぐ。よし、水野だけだ。このまま気のせいだったという方向に説得して、でも水野ちゃんが聞き間違えるわけないと思う。むぐむぐ。だよね、やっぱり落下音と土屋は関係あると思うんだ。私の推理では、土屋は女用を覗こうとして壁によじ登り誰かに移された。そして岩に頭をぶつけた。惜しいけど誰かさんと違っていい推理、いい推理だ。やるな水野、土屋ならそれありえるわ。落とされたって手を滑らして落ちた可能性だってあるだろ。最初私もそう思ったけど、なんだじっと俺を見て。黒田の声も聞こえたような気がしたんだよ。え、なんだよ取ってつけたような言いかけ方だな。冗談だよな。土屋は女湯を覗こうとして壁によじ登り黒田に落とされた。そして岩に頭をぶつけた。黒田は覗きを注意しようとして土屋を落としたんじゃないかな。いやいや、俺イコール犯人で話を進めないで。というわけでみんな今すぐ回避を。万事休すと思われたその時、桃井が腹を押さえて低く、何これ、ちょっとわかんねえわ、ごめん。低く、なんだ、ちょ待って、国になる、ちょっと調べるわ。はい、すいません、ちょっと調べてきました。これうなるだそうですね。知らんかった。低くうなった。みのちゃんお腹痛いよ、うう。
水野、俺会議も俺も逃げていない。先に桃井を介護してやるよ。大丈夫桃井、食べすぎるからだよ。ほら行くよ。パターン。はあ。皿に盛られた料理を目に落とすが、緊張と不安で食事どころじゃない。結局少し手をつけて箸を置いた。もう行くのか、お前の分もーらい。ああ、のんびり味わってる時間はなさそうだ。さあ、ということで、今回は水野さんと対決しそうですね。多分水野さんはなんかあるんじゃないですかね、裏が。てか、このゲームに出てくるやつ、大体裏あるからね。会議は1日2回。夜にまたみんなで集まる。くそ、俺の声が聞かれたのはかなりまずいけど、もう後戻りはできないんだって、分かってるんだ。さあ、水野が聞いた声、はい、とりあえず水野に対しての裏工作をすると。ゲームコーナーに2人いますね。あいつら遊んでるのかな。当たれ、行け、そこだ、どうだ。木田は むやみやたらにボタンを押しまくって画面の向こうと戦っている。そこまで必死になることとか。俺部屋に戻るから。協力するって約束だろ。してねえよ、畜生。あー、負けた。あの故障したゲーム台は木田のせいだったりして。なるほどね。水野は桃井が治るまで付き添うつもりか。桃井大丈夫か。大丈夫に見えるの。黒田悪いけど後にしてくれる。動機なら会議で聞くから。だから俺じゃないって。俺だけど。うー、痛い。お腹が痛いならトイレに。睨まれた。女子のトイレ事情はタブーだな。うん、どっかに胃薬なかったかな。はい。ってことは胃薬を持ってこればなんかちょっと和解への道、和解への道が開かれるとか。食事どころじゃなさそうですね。売店っすかね。売店にもないですね。胃薬。男はそっちだよ。すみません。女湯は入れないか。どうしましょうかね。トイレも何もないですね。そう、多分ね、どっかで薬をもらうんだろうけど。わかった。じゃあ。ごめん、ライムで話すって言ったよな。でも顔が見たくなって。不安なのはわかるけど頻繁に会うのは避けたいわ。わかった。おい緑川、ひっ、ビビりすぎだろ。頼むから普通にしてくれ。アジェンダが狂わされたのですよ。うう、そう言って緑川はお腹をさすりつつカバンから、あ、やった、薬瓶を取り出した。何の薬だ。胸焼きボックスに薬を買っといたんです。おお、すげえ、こいつやるな。やっぱ風邪薬や胃腸薬など持ってますよ。パーフェクトですから。そうだ、胃腸薬を分けてくれないか。メンバーの体調不良に備えて持ってきたつもりですから構いませんよ。さすがリーダー、ありがとう。さあ、緑川ちょっといいやつになってきましたね。で、この薬をこいつらには渡す感じですね。はい、桃井、薬持ってきたぞ。薬はやだよ。ありがとう、黒田。なんで礼を言うのが水なんだよ。文句言わずに飲む。うえー。桃井はしぶしぶ薬を受け取ってくれた。少し楽になったかも。二人ともありがとう。じゃあ私部屋に戻るね。少し顔色が良くなった桃井は部屋から出てった。黒田くん、薬ありがとうね。うん、いいよ、これくらい。お前ら本当に仲いいよな。この仲の良さがちょっとね、引っかかるんですよね。大学入ってからなんだ。ほっとけないんだよ。意外と友達歴浅かったんだな。こんないいやつなのに殺人犯なんだよね、黒田。最悪だな、こいつ。あのさ、その考えには変わりそうにない？ないね。というか、俺の声を聞いたのだろう。水野は本当に俺の声を聞いたのだろうか。さあ、出てた、出てた。笑顔で追い出された。また来たの？何度来ても意見は変わらないよ。そうか。
この部屋を調べるためにちょっと。何？薬効いたみたいだな。あれだけまずい薬だよ。聞いてもらわなきゃ困るよ。わあ、眠。寝過ごしてご飯食べ損ねるなよ。それだけは絶対ないよ。でしょうね。さあ、どうしましょうかね。誰だろう。まだやってんのかよ。お、黒田、こっち来いよ。ああ、景品欲しいけど、もう金ないんだよな。どんだけつぎ込んだんだよ。俺がやってみる。ちょっと俺に代わってみろ。お前も上、俺も上手なわけないけど。頼んだ、相棒。おっしゃー！やっぱ俺ってゲームの天才だからな。すごいな、黒田。お前本当に最高だ。俺も本当に最高だ。いや、やったぞ。木田とハイタッチを決め、肩を組んで喜び合った。って、こんなことしてる場合じゃない。景品渡すよ。うわっ！うわっ！おうおうおう。変身セットを押し付けられた。そういえば、黒田は俺に用があって来たんじゃないのか。ああ、水野のことについて何か知らないかなと思ってさ。水野といえば、運動神経抜群で、いろんなサークルから助っ人として頼まれてるらしいな。サッカー部にも来たことないぞ。その時あいつ骨折してよ。でもすぐに完治したんだ。かなりタフだよ、水野。それは知らなかったな。仲直りできるといいな。別に喧嘩してるわけじゃないけど。ということで、はいはいはい、変装グッズを持って女湯に行くような気がするんですよ。最悪の事態が起こってる。だから女湯を調べたいんだ。言いたいことはわかる。確かに俺は覗きの前科があるけど、会議で対抗するために少しでも反論材料が欲しい。俺たちのためにならいいわ。考えがあるから私の部屋に来て。なんだよ、俺が会うっていうのはダメっていうくせに。主導権は私にあるって言ったでしょ。白鳥の部屋に行ってみるか。初めて白鳥が顔文字使った気がしますね。白鳥よ、俺が女湯に入る算段でもあるのか。黒田くん脱いで。わ、何を言い出すんだ。私と服を交換しましょう。まさか女装するっていうのか。嫌だよ。似合う似合わないの問題じゃないでしょ。そこでもね、単純に嫌だって。いや待って、これから先女子の脱ぎたての服を着れるチャンスなんてない。断る理由がなかった。これも女湯を調べるためだな。新しく買った服があれば。はいどうぞ。でお前まで着替える必要はあるか。私は私でお得意が調べたいからさ。さあ脱ぎましょう。白鳥と服を交換した。お、白鳥俺の服 着こなしてるな。さすが毒もといったところか。あなたはごめんなさい。女子で通すには無理があるわ。でしょうね。ウィッグでもあればおかみさんぐらい騙せると思うわ。あ、ウィッグなら持ってるよ。どうして持ってるのかはこの際聞かないでおくわ。そんな目で見ないでくれ。なかなかこのコンビ好きだな俺。俺はウィッグを頭に装着した。どうだ、おかみさんは騙せると思うわ。贅沢は言わんさ。よし、女湯に向かおう。ということで、クオリティの低い女装をしたと女湯に行く。というところで今回は終わり。まあまあいっか、女湯までいっか。多分これで裏工作終了すると思うんで。あなた女湯に用があるんでしょ。長いはできないな。は急ぎなさい。うん、そうだな。この格好で白鳥もいいなとか言えない。この格好の白鳥もいいなとか言えない。はい、女湯調べましょう。水野は髪を洗ってる時に俺の声を聞いたような気がするという。ということは、シャワーで髪を洗い流してる時に聞いたですね。周囲の音がほとんど、はいはいはい、消されたと。ライブの白鳥かな。
何が見つかった？男湯は特にも何にもなかったわ。白鳥今男湯にいるのか？え、そうよ。お願いがあるんだ。そっから俺を呼んでみてくれないか？重い荷物が落ちたってことは否定することないんだよ。ただ、自分の声が聞こえたってことを多分今否定したいんだろうね。うん、分かったわ。どう？大きめに叫んだつもりだけど、呼んだつもりだけど。本当に呼んだのか？嘘ついてどうすんのよ。ありがとうと。はい。嘘をついたんだ。本当に取ってつけただけの推理だったんだ。うわっ！っておもちゃか。子供向けのおもちゃならアヒルとかでいいだろ。なんだあれ、雪の下に埋もれてるぞ。普通のハンカチ？え？シンプルなハンドタオルの裏には被写体の立派な刺繍がなされていた。アイシュラ、アシュラの文字的なやつか。すごいセンスだな。誰の忘れ物だろう。はい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 。あと行く場所はまあ、白鳥に直してもらいましょうか。このまま裏工作廃止したら終わりだな。はい、そう滑ったそれで驚くのはせいぜい桃井さんくらいよ。彼女は虫が苦手なようだから。そうか、とにかく協力してくれてありがとう。桃井は虫が苦手。あ、これで葵の部屋を探るんですね。そうだ、はい、設置した。恨みはないが全力で叫んでもらおうか。で、これで葵を部屋からどかすっていう作戦ですね。貴さん、え、もういい加減怒るよ。すごく声が押された。何度来ても意見は変わらないって。キャー、水野ちゃん、桃井、イエーイ。で、これで部屋を調べましょう。弱みを握りましょうか。プリントファイルだ。課題のプリントが たくさん入っている。あいつ真面目だからちゃんとやってるな。なんか変なのが混ざってるぞ。特攻服のレイアウト用紙デザインをお書きの上、こちらまでファックスをお送りください。初代爆走鬼人団、鬼人団総隊長アシュラ。なるほど、ちょっとずつ裏が見えてきましたね。ゴミを漁るなんて変態みたいだけど、俺も必死だからね。ん？桃井、ずっと隠してたことがある。1年前暴走族の事件なんだけど。これも使えそうですね。やばいっすね。葵は、水野はまさかの暴走族だったっていう。4649よろしく。うわー、爆走鬼人団ラリルロケット団って感じですか。はい、調べてみましょう。ヒットした。お、傷害事件があったと。へえ。リーダーに至っては逮捕に至ってないって。もしかしてこれ、あれ水野がリーダーじゃないのか。あ、水野がリーダーか。水野がアシュラってことなのかな。
火怖すぎるだろ。あ、総長に従われた。あ、総長じゃないんだ。じゃあなるほどな。ということで、もう裏工作はそろそろ終了でいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。さあ、まあこれラストですね。うわー、ただのおぼちゃだって、ほら見て。いやー、よし、オッケーす。これでもう十分っすかね。裏工作も終了しました。これで大丈夫だと思います。ということで行きましょう。次のパートでお会いしましょう。バイバーイ。